皆さんこんばんは投資の隠れがいようこそいらっしゃいました。さてさて今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではでは始めていきます。 今日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に反発し、前日比21円70銭高の26,171円25銭で終えた主力のネガサ株に買いが張り、指数を支えた経済活動の再開への期待から内需関連の上昇も目立ち、午前には上げ幅が200円を超える場面があった。一方で、世界経済の減速への警戒は根強く、 景気敏感株に売りが出て指数の上値を抑えた。午後は一時100円超下げた。東京エレクトロンなど半導体関連銘柄が買われた。このところ下げが目立っていただけに売り方の買い戻しも入ったとの指摘があった。東京エレクトロンは午後には年初来安値を更新したものの、大引けにかけては再び上昇に転じた。 ーストリテイリングやソフトバンクグループも買われて指数を押し上げた海外のインフレ懸念が強まる中で国内では日銀が大規模な金融緩和策を続けている財政面からも景気の下支えへの期待が根強く小売や鉄道不動産といった内需関連が上昇した米国連邦準備理事会 FRB のパウエル議長は 22日の米国議会の証言でインフレ抑制のために積極的な金融引き締めを続ける姿勢を示した金利の大幅な上昇で米国の経済が減速することへの警戒からこの日の米国株式相場は下落した東京市場でも機械や海運自動車ひ鉄などの売りが目だった我らがトピックスは小幅に続落した終値では 先日比0.91ポイント安の1851.74だった。東証プライムの売買代金は概算で2兆6528億円。売買高は10億8229万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1100と、全体の約6割を占めた。値下がりは668。変わらずは70だった。 来週からは引き続き下落が予想されており今後 AI ではさらなる大きな下落が予想されておりますのでまだまだここから株の買い時は来ると考えています AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいね いいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな